ちは2泊3日で観音堂の旅行に行きます。イエーイ。今日は観音の方に行くんですけど、今私たちはだーん、ソウル駅、ああそう、ソウル駅に来てるんですけど、今日から連休なのでめっちゃ人が多いんですよね。10時1分発の KTX に乗って私たちはカンルンの方に行くんですけど、ソウル駅からカンルンまではだいたい2時間から2時間半くらいで到着するので結構行きやすい場所です。なので今からね、食べ物買って乗り場に向かいたいと思います。行ってきます。ピザどういった、おばあちゃん？うん、なのくにゃん、ケラン。안녕하세요。계란이랑피자하나씩주세요。네감사합니다。充電さすとこがあって、이거무선충전기야？ちゃんとこういう机もあるし、めっちゃ楽です。관릉도착했어요。와날씨가대박인데우와진짜햇빛대박이야。와여기가관릉역です。하늘이진짜가까워。네감사합니다。海の方で撮りたかったんですけど、明日の日程とか考えたらこの市内の方が楽だったので、このカンルンシティホテルにしました。荷物だけ預けたいと思います。イルボノだ。지금중앙시장쪽으로왔어요。お昼ご飯を食べようと思います。여기요？到着したみたいです。じゃーん。온시미또장칼국수の店なんですけど、めっちゃ並んでる？줄서있어？에이어떡하지？빠른거아니야？キョンポヘビョンっていう海水浴場に着きました。トンヘ最大の海水浴場みたいです。こんな感じでバイクとかも借りることができたりとかして、めっちゃ楽しそうです。やっぱ海水浴場やからこんな感じで水着も売ってたりとか、何も持ってこなくても海に入れそうですね。お、ここはおじんおとかかな。本当はね、あのホテルに泊まりたかったんですけど、いっぱいで無理でした私も海に入りたいんですけど、日光アレルギーがあるため海の中には入ることができないので、周りを歩いてみたいと思います。なんていうかな、ソウルよりは湿気が少ないからすごいカラッとしてて、それはすごい気持ちいいんですよね。ボートの後ろに人が乗ってるよ。すごい、こんな感じ。わーすごい直射日光。あ、日本やったら結構ビキニ着てる女の人とかも多いと思うんですけど、韓国は基本的にラッシュガードっていうんかな、肌を見せないような水着を着てる人が多いです。せめてサンダルできたらよかったなって思います。あー楽しそう。私が思ってたよりも人が少ないかもしれない。もっともっとなんか人が密集していて、泳ぐところもないんかなって思ったけど、やっぱり広いからみんな散らばってて、しかもあそこでねちゃんと管理してる人もいるので、安心して海を楽しめるんかなって思います。楽しそう。私も入りたい。
顔も髪もボサボサなんですけど、あー涼しい、ここすっげーっていうのかな、めっちゃ涼しい道発見したからここちょっと歩きます。めっちゃここいいです、めっちゃ涼しい。私の服はびちゃびちゃですが、あの道にカフェが集まってるんですよ。だからどこかいいところを見つけて休憩タイムを取りたいと思います。スバクジュースを受精で、アミダスバクジュースを頼みました。猫ちゃんがいました。野良猫みたいやけど首輪がついてて、お店の人がご飯あげてた。バイバイ、またね。あんにょあんにょあんにょバイバイ、かむざむじーだー。キヨンかわいいワンちゃんに出会ってちょっと元気出ました。最後にちょっとだけ海を見て別の場所に移動したいと思います。私が今こっち側にある海岸の方を歩いてたんですけど、その向かい側にこんな感じでね、じゃーん、すっごい大きいね湖があるんですよ。めっちゃ綺麗じゃないですか。ほん でもう少し向こうの方に行くとハスの花とかがたくさんある有名な場所があるので、今からそこの方に行って、でその後に今回のカンルンの旅のメインである野辺ですね、今の時期しかやってないお祭りみたいなものがあるので、それを見に行く予定です。どうですか、絶景じゃないですか。ちょっとここでたくさん写真を撮っていきたいと思います。あそこに何かありますね。本当は私が行こうと思ってるところまでバスかタクシーっていう案内が出てきたんですけど、ホスの横を歩けるようになってるので散歩しながら上の方に上がっていくのもいいのかなって思うし、絶対この時間に来てほしいです。本当に綺麗です。ここはこんな風になってて、4歩かつ4スッチまで行きたいので、今中間ぐらいまで来ました。もうちょっと歩いていきたいと思います。結構広いですねここ。うっせーってことかな。右側を見たらこんな感じで、これがハスの花かな、ずらーって並んでます。ここカップルとかがなんか裸になって写真撮ってますよ。なぜ、暑いからか。今誰もいないからめっちゃリラックスできます。この時間に来るのがおすすめかもしれない。今回私たちがカンヌに来た
目的がですね、この後ろの旗にも書いてるんですけど、カンルンムナーユサンヤヘンということで、昨日、今日、明日の3日間で行われているということで、日本でいうお祭りみたいな感じなんですけど、この時期だけ行われているということで今回来てみました。いろんな行事ごともそうなんですけど、食べ物とかも出てるみたいなので、もし美味しそうなものがあれば食べて、体験できるものがあれば体験してっていう形でぐるぐる回っていきたいと思います。ちなみにですね、この野辺に関しては毎年行われているので、まあ、来年とか再来年とか観覧に来られる方はぜひこの時期に来ていただきたいなという思いで今回紹介させていただきます。ここがね、野辺の行事が行われている場所なんですけど、門が받을수있는건가종합안내소이쪽에가면받을수있다고선물표시가なんかプレゼントもらえるらしいので、私たちもちょっと集めていきたいと思います。すごいね、雰囲気がいい。このライトみたいなのもたくさん出てるし、人もたくさん集まってて、なんか久しぶりにお祭りに来た感じで楽しいです。잘보여그래그래오이내부분스테이크그러네스테이크가많이보이네소고기두개만먹고싶어저거먹어볼까저는먹고싶어줘봐잘먹겠습니다잘먹겠습니다이것도있어초밥이라서와사비いただきます。와사비넣어먹을래아니야아니야이거와사비소리야부드럽다근데진짜맛있다마요네즈하고소스맛이좋아나는한국사람이니까맛을표현하자면 PC 방에서치킨마요돌밥이라고 한국코너 PC 방그소스맛이근데소고기니까더맛있지진짜재밌어요일본에서는이런행사가있긴있는데마츠리가있는데조금달라분위기가완전달라한국사람들의그열정같은것들이있어받는사람이다여기보이는것같아강릉분들반외부인반해가지고그래서더분위기가괜찮은것같아さっきは食べるところやったんですけど、いろいろなんか作れたり体験できるコーナーがずっと並んでますね。これが右京マンデーギ、子供たちがこうやって自分で絵描いて、あそこゲームしてる、韓国の昔ながらのゲームみたいなのをみんなやってますね。綺麗、ここノムイップだ。사진찍을수있나보네あそこでハンボックも借りれるみたいです。みんな来てます。ハンボック진짜네위에있는거감사합니다달도있고진짜이쁘다다들차마시고있어차마시고있어와集めたので景品もらいに来ました。
진짜? 아니, 점심 시간이야. 뭐 먹을 수 있는 건가? 안 됐어? 포장밖에 안 됐어. 아, 진짜? 아, 그럼 먹을 수 있는 데가 없니? 여기도 횟집이다. 다 포장인가 봐, 기다리는 사람이. 봐봐. 여기 엄청 기다린다. 호텔에 도착했는데 회원이 入ります. 部屋を広くしてもらいました。本来だったらこのベッド2個だったんですけど1個がすごくキングサイズ。部屋も広くなりました。いいやん。こんな感じの部屋。お茶とかもちゃんとあるし、ただここ歯ブラシないらしくて歯ブラシはさっき買ってきました。一応シャンプーとかは全部ついてるけど歯ブラシだけがないっていう感じです。 刺身とムルフェのセットと別でオジンオフェを頼んだんですけど、私はこのオルムコップ見て、すごいまん丸な氷が入ってるの。これを買ってきてレモン水を作りました。いただきます。新鮮なんだ。何やめん、사람이 많고 현지에서 바로 갖고 오니까. 물회. 이게 맛있다. 일단 여기서 회를 먹었을 때 이런 느낌이고, 동해 가면 어떤 느낌이지? 私たち 明日 동해に行くんですけど, 동해でも また네, 何を 食べるか ちょっと まだ 決めてないので, 後で 決めたいと思います. 괜찮네. 이건 맛있다. 이건 나도 먹을 수 있을 정도. 나도 근데 물회를 만들어봐서 알잖아. 사이다더라, 사이다. 역시 마늘이 필요한데, 나. 쌈 채소를 샀어야 돼. 마늘이 없어서 아쉬워. 아쉬워? 今からチェックアウトして関連駅の方にまた向かいたいと思います。ねえ、マジマゲコピーパン사볼게요。あ、無印パンね。5パンメや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 。5パンメ
個入り10個入りとかいろいろあるんですけど、ジャムとかもありますね、この辺。あ、イグイップだ。ヌヌロマンパージュセヨイゴ。コーヒーとチーズとイチゴ味のクッキーやって、かわいい。でポストカードとかも売ってて1枚150円ですって。で昨日は海行ったりとか、あとカッキョンスプチとか、今回メインで来た野辺とかいろいろ楽しめたんですけど、今日はですね、このカンルン駅から KTX 乗って1時間ぐらいのところにあるトンヘっていうところに行く予定なんですね。トンヘの動画も別で出すので、ぜひ楽しみにしててください。とか、私はジュース受け取ったので、今から駅の方に向かって KTX 乗っていきたいと思います。行ってきます。おお、いやーパパ의자가와재밌겠다진짜동해산타열차っていうのになります。テーマがある列車です。なので海を見ながらこんな感じで座ることができたりとか、モニターがついてたりとか、普通の列車と違うみたいで、すごい楽しみ。私 KTX 乗る前と思ってたから、わー진짜재밌겠다。이거1時間やけどすごい楽しめそうです。寝ようと思ってたけど寝れなさそう。Thank you.
で降りれるみたい、10分間停止するみたいなので降りてみます。わー最高や。さっきレールバイクもあったし、海水浴場とかあそこなんか海鮮売ってるとことかいろいろあって、すごいみんな降りて写真撮ってます。こんな感じめっちゃ綺麗。おサンタ、サンタ、あ、泳ぎちょった、泳ぎちょった、泳ぎ안좋은데、わあ、わあ、すげえ、ジェミスター、ジェミッソ。私たちはトンヘヨに着きました。1時間かからないぐらい、50分ぐらいで着きました。めっちゃ早かったです。この私たちが泊まるこのレジデンスの目の前がハンソムヘヨンっていうところなんですけど、そこに来ました。昨日も海岸行ったんですけど、トンヘのヘヨンはまた違った雰囲気で、写真撮れるところとかもあるみたいなので、今からちょ海岸の方に行きます。じゃーん、雰囲気좋은데、오늘은바다에들어가야되는날인것같아。맞아맞아、うん、딱좋아、そうなん、うん、ちゃんとこんな感じで足洗うところとトイレもあるし、ちゃんとねピョニジョンもあるしね、あそこがすごい綺麗、ノムイップだ、チョギ、昨日行ったところとはまた違う雰囲気ですね。해수욕장잘돼있다、うん、그러니까여기、あ、ちょこっと有名だことらさ、ちょバウィ、あ、いご、うわ、今日は波が強い、攻め蹴った。Thank you.